あのリニューアルして1年ぐらいで、古いちょっとあれから言うたら1年半ぐらいですかね。はい、お待たせしました、焼きそばです。アリュールもフリーな。お姉ちゃんと3人でアリュール。やっぱそうやってやれたらこう緊張するもんですね。ですよね、うん、あのリニューアルして1年ぐらいで、古いちょっとあれから言うたら1年半ぐらいですかね。なんか隣もお好み焼き、隣もね結構老舗の古いですよ。もうお米を食べるの？絶対嘘。まあ、ソースは、まあ、基本シアナンのソースをちょっとブレンドさせてもらって使わせてもらって、結構イリカスってあるんですけど、イリカス他のメンバーあんま置いてないと思うんですよ。カスがカスミックとかもあります。
Yeah.
はい、はい、なんかこっちあ、これガーリーピンクだ。あれかな、一回見てるやろ、そうそうそう、でも、我々は無理なんだよ、水のもうそうかな、何台買うんだよ、どこやったんですか、いや、ちょっと待ってよ、荷僕ね、今月はね、今7手で行ってみよう、今日の目的で5枚行くの、1回ですよ、今1回周りが分かるけど、まあ、自分に目指すと行くの分かってない、あ、そうですか、そこを見逃しとる、今日でやってる、今日も出とるし、今日は一般用例の素人が一人がみんなやられたマウスでそれがあるけど思わないですよ、バカやん、これご飯で買ったり6万買ったり3万5とかで3万4アクトだけ言うっすね、アクトだ、これアクトだ、ジェニーが追いつかない、パートナーチームが変わって決意を そうですね。お待たせしました。焼きそばです。
あ友達、まあ常連さんが結構多い店なんで、まあちょっと入りづらかったりするかもしれないんですけど、まああの気遣いなく声かけてもらえば。定休日は月曜と祝日、火曜日から日曜日の5時からラストまで。24時、まあお客さん次第っていう。お客さん次第ですね。まああの今だったりしたら早く閉めることもあるんですけど、はい。まあ遅くまで頑張ってやってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。